ブローニャ、あと700年は待ってもいいって言ってたよね。タンコ、一番長生きできる人間って何歳まで生きられるの？無限にだ。だが、そんな存在はもはや人間とは呼べない。聞いてみただけじゃん。そんな冷たい言い方しないでよ。トコ冬の日到着。写真写真。あれ、ペラとフックちゃんがいる。二人も写した方がいいかな。Fala pessoal, de boa, continuando a nossa gameplay do Honkai Star Rail. E bom, estamos continuando a história padrão do game. A gente está aqui ainda, né, neste planeta. Nosso objetivo é tirar ali algumas fotos aqui do mundo de cima e vamos lá. Decai cuore no catamari! Coco é atatakai no ni...みんな氷が溶ける心配はしないの？溶けませんよ。色だけ見れば氷の塊のようですが、これは地髄結晶を削って作られた記念碑ですから。はあ、地髄か。ここに親父がいないのが残念。絶対いい値段で売れるのに。なんと言えばいいのでしょうか。この地髄は非売品だと思います。写真？何それ、早く私に見せろ。同意なしに他人を撮影することはベロブルグでは違反行為であることをお忘れなく。ん？あなたの撮影技術、なかなかの腕前ですね。それに画質もすごく綺麗です。わあ、この写真ってすごいんだな。私にくれるの？気に入った。はい、どうぞ。これをうちからの選別だと思ってね。次はどこに行こう。そうだ、戻ってきてからセーバルに会ってないよね。カラクリ工房に行ってみようよ。これは知る人ぞ知る問題だ。誰？ノックもせずに入ってくるなんて礼儀が。ああ、あんたたちか。早くこっちにおいで。ちょうどクララとあんたたちの話をしてたんだ。また会いましたね、お姉さん。セーバルお姉さんの工房は本当に面白いです。宝物がいっぱいで。クララ。クララってば、本当に可愛いんだから。喧騒者の家の口を開けばおばさんおばさん言ってくる子たちとは大違いだよ。写真を撮る？ファンに会った時だけに起きるイベントだと思ってたけど3人のためなら無料でサインもしてあげよう。写真を撮る。あ、思い出しました。まだ小さかった頃、スバローグもクラーラの写真を撮ってくれたことがあるんです。おいでクラーラ、もう少し近くに立ってお姉さんがいいポーズを教えてあげる。おお、いいじゃん。私のライブに来るカメラマンにもあんたの半分くらいの腕前があればよかったのに。え、クララ、こんなに背が低かったんですか？もっと高いかと。大丈夫だよ、栄養さえ取ればクララちゃんもタンコみたいに大きくなれるから。今のは聞かなかったことにしておく。この写真は二人にあげるね。うちら列車組からの選別ってことで。
もうここを離れるの？わかった。この写真はしっかり保管しておくよ。後であんたの分も複製してあげるね、クララ。ありがとう、セイバルお姉さん。お姉さん、ミツキお姉さん、それから炭鉱お兄さん、今までありがとうございました。これからの旅でも皆さんが無事であることを祈っています。時間があればまたクラーラとスバローグに会いに来てくださいね。写真も撮ったし、街を歩き回るのも疲れたし、次はゲーテホテルでぐっすり寝ないとね。列車に戻ってからにしろ。やだ、だってこの前は豪華な部屋に泊まれたのに、あの悪女にはめられたじゃん。悔しいと思わないの？ほらほら、一泊だけだって。姫子も幼児ちゃんも余裕のある大人なんだから、それくらい待ってくれるよ。それにせっかくベロブルグが賑やかになったんだし、もっといろんな人と話してみたくない？うちはまだまだここにいたい。旅の終わりには、君を悩ませてきた全ての謎が解き明かされるの。そうですよ。あの時は本当に危なかったんですから。この散歩が機転を利かせたから良かったものの。僕が主役を務める必要はない。そうでしょ？僕たちは仮面をつけたピエロに徹していればいいのです。請求列車の方々は僕が想像していたより興味深い存在でした。あなたも気に入っている？本当ですか？それは傑作ですね。いえいえ、まだここを離れるつもりはありません。え、イプシロン、あんな贅沢三昧な場所のどこがいいのですか？人間性を尊ぶ快楽を体現することこそ最高の快楽である。これこそが面白いというのに。はい、今日はここまでにしましょう。僕の代わりにパブの皆さんによろしくお伝えください。それから散歩の次の舞台を楽しみにの一言もお忘れなく。では僕はひとまずカーテンコールに答えてきます。この物語をあなたに捧げます、親愛なる読者様。少しでも楽しんでいただけたでしょうか？もしそうでないのなら、散歩はとても悲しいです。列車に戻る時間だ。ナノとタンコを探そう。Rapaz, pelo jeito o Sampo, né, não é tão besta assim não. Ele tem alguma coisa aí envolvida com gente muito importante aí da história, hein? Interessante. Bom, a gente recebe ali, né, uma mensagem da Himeko, já falando que, querendo ou não, a gente já resolveu aqui essa parte da história, certo? E é bom a gente já começar a se preparar ali pra ir embora do planeta.
く眠れた。うちは元気いっぱいになったよ。ちょっと、また人の真似したでしょ。姫子さんからメッセージが届いたはずだ。そろそろ戻るぞ。出発が遅れたらまたパムに小言を言われる。うん、届いてたよ。それじゃ、荷物とお土産をしっかり持って列車に帰ろう。ついにこの時が来たね。はあ、お別れって悲しくなっちゃう。終わらない宴はない。列車に戻ればその悲しみもほとんど消えるだろう。炭鉱から見たうちってそんな薄情なやつなの？優先度？どういう意味よ。あんたにとって仮想部の再建は重要じゃないってわけ？違う。ただ現時点で調達できる資源は限られているから、長期的な計画を立てないといけないの。資源、計画、あんたそんな言葉ばかり使うようになったのね。分かった、もういいわ。やっぱり私一人で下に。感情的にならないでゼーレ。ブローニャ、あなたには私のそばに。彼らの旅にはきっとたくさんの困難が待ち受けてるのよね。ええ、私たちが直面する未来よりも厳しいものかもしれない。でも必ず乗り越えてみせる。たとえ今みたいな言い争いが永遠に続くとしても。私喧嘩は得意なのよね。3人ともお帰りなさい。姫子、幼児ちゃん、開拓招待の初任務無事に完了したよ。私とベルトは今回の開拓の旅に参加しなかったけど、結果を見ればあんたたちがどれだけ頑張ったかわかるわ。みんなおめでとう。特にあんた、みんなあんたの開拓者デビューを高く評価してるわよ。もし点数をつけるシステムがあったとしたら、あんたには最高点をつけてあげるわ。まずは列車でゆっくり休んで、ヤリイロ6でたまった疲れを癒すといい。パムは正常に戻り始めた空間に再び異常が起きる前に、一刻も早くここを離れるべきだと考えている。俺と姫子も同意見だ。つまりできるだけ早く次の目的地を決める必要があるということだな。ああ。これが七死人の運命ってやつなのかな。常に前に進み続けて永遠に開拓の歩みを止めない。あ、別に愚痴ってるわけじゃないよ。思いがけない驚きの連続、そういう旅の方がうちらにぴったりだもん。美月ちゃんは七死人としての生き方が気に入ったみたいね。よかった。みんな自分の部屋に戻って休んでもいいし、ここでコーヒーでも飲みながら休憩してもいいわよ。お互い気心の知れた仲だもの。好きにしてちょうだい。俺は部屋に戻る。はあ、炭鉱は相変わらずか。開拓が終わるたびに今回は少し打ち解けられたかもって思うんだけど。無理に打ち解けようとする必要はないわ、美月ちゃん。それにこれは私の意見だけど、炭鉱はあんたたちと過ごす時間を大切にしていると思うわよ。あ、そういえば大守護者との最後の一戦、それから性格の現状についていろいろと聞きたいことがあるんじゃない？あんたたちがいない間に私とベルトで観測した結果をまとめておいたの。もし疑問を晴らしたいと思っているなら、私たちと少し話をしましょう。
ただいま。こんなに長く列車が止まってたんだから、きっと姫子も幼おじちゃんも待ちくたびれてるよね。次の目的地はどこなんだろう。あー、すっごく楽しみ。列車は開拓の運命を歩みながら、いくつもの奇妙な世界を通過する。そして活力に満ち溢れた生命たちと出会い、美しい物語を見届ける。宇宙は果てしない。私たちが星の海を渡って出会うことができたのは奇跡みたいなものよ。言葉を交わして、お互いを理解して、一緒に旅をする機会を得られた。このあんたが私たちの仲間になることを選んでくれて本当に嬉しかったの。だからもし旅の途中で芽生えた疑問があるなら、ちゃんと答えたいと思っているのよ。そうね、オカメ八目っていう言葉もあるし、傍観者として答えを探す手助けができるかもしれないわ。孫悟のクリフォトは冷たいアイオーンよ。カンパニーみたいに熱狂的な信者にならない限り、かの神の力を分け与えてもらうのは難しいと思うわ。孫悟という強い執念のもと、ベロブルグの剣僧者は数百年もの時を耐え抜いた。でも烈海の侵食が深まるにつれ、もともと脆くなっていた信仰に亀裂が入ってしまった。あの大守護者カカリアはおそらく完全に孫悟の運命を放棄したんでしょうね。そんな彼女とは対照的に、あんたはあの戦いで揺るぎない孫悟の意志を見せた。その結果、クリフォトはあんたの強い願いに応えてくれた。あんたが大守護者の武器を震えたのも、あの巨大な機械を操れたのも、きっとアイオンの一別のおかげよ。大したことじゃないわ。私とベルトは今回の開拓に参加していないけど、あんたたちのヤリ色6での活躍は全て見ていたの。仲間なら助け合うのは当然。特に私たち七死人はね、たとえ遥か遠く離れた場所にいても、列車は常にあんたの強い味方よ。そのことを忘れないで。それならはっきりしてるわ。正確よ。私の分析と推測から考えると、あの大守護者は以前から性格による精神的な侵食を受けていたはず。その後に起こった悲劇は全てそれが原因でしょうね。愚かな人であると同時に、かわいそうな人でもあると思うわ。もし私やあんたが彼女と同じ立場だったとして、日に日に衰退していく都市を目の前にしても、脆い信仰心を握りしめて揺るがずにいられたのかしら。もちろんいいわよ。時間はたっぷりあるもの。それに関してはベルトの方が詳しい分析結果を示せると思うわ。でも私の考えを知りたいのなら、正直とても難しいと思う。可能性がないわけではないけど、その過程は非常に厳しいものになるでしょうね。報告によれば、ベロブルグの新たな守護者は真の通った聡明な若者なんでしょ。でも何より重要なのは、彼女が今回の旅で不要な甘さを捨てたということよ。彼女のそばに堅実で公正な支持者がいるのも幸運ね。でも運命は予測できないものだし、往々にして不条理だから、彼らが生きている間にある程度ヤリ色6の繁栄を取り戻せたとしても、
宇宙に潜む無数の脅威に対して彼らは依然として弱く無防備よ。私たちはただ遠くから彼らのために祈ることしかできないわ。性格を破壊することは不可能に近いの。ヘルタでさえ性格の構造を完全に破壊する方法は見つけられていないし、そのエネルギーが溢れ出さないように抑制する条件を整えることしかできなかった。大守護者が敗れたことで彼女に力を与えていた性格にもほころびができたから、私とベルトもそれを抑える機会を得られたけど、列車にできるのは性格を抑えることだけ。そしてそれは根本的な解決にはならない。でもこの星の人々が一息つくのには十分な時間のはずよ。どういたしまして。それじゃあゆっくり休むのよ。あんたにはその権利があるんだから。初めての開拓の旅が無事に終わったわけだが、何か感想はあるか。喜びや苦しみ、充足感や後悔といったものは旅の中では表裏一体だ。開拓の運命を歩むのであれば、こうした感情は慣れるまでついて回るだろう。どうやら俺に聞きたいことがあるようだな。何でも聞いてくれ。ちょうど誰かと話をしたいと思っていたところなんだ。いくら姫子が饒舌とはいえ、そろそろ話題が尽きそうだったからな。おそらく無理だろうな。以前メッセージで送ったように、性格がヤリーロ6に与えた影響はあまりにも大きい。当分の間、ベロブルグの人々は最悪と戦い続けることになるだろう。しかし、勝利の天秤は人類に傾いている。なぜなら、君たちが希望という名の重りを皿の上に乗せたからだ。希望を見くびってはいけない。色も形もなく、触ることもできないが、それには無限の可能性が秘められている。同じように撒かれた種だとしても、性格よりはるかに強力なものだと、俺は考えているんだ。そうか。君たちは正しいことをした。無知の中で楽観的に生きていくより、知識の重みを背負いながら前に進んだ方がいい。今でも覚えている。常日頃から常識を凌駕する脅威に直面していた世界のこと。そこに住まう人々は知恵と勇気を持って幾度も故郷を危機から救っていた。これこそが平凡で偉大な惨禍だ。ヤリーロ6の人々も経験の中から同じ精神を得られるように願っている。本当は俺も君たちに同行したかったんだが、姫子が君たちだけで行かせると譲らなくてな。君たちの行動はずっと列車の中から観測していた。何度も手に汗を握ったが、君は信頼できる仲間を得て困難を乗り越えていった。これは称賛に値する。姫子は俺と違って終始冷静だった。若者の決断を信じろと何度も彼女に言われたよ。彼女に比べて俺は大きく構えていることができなかったんだ。君との会話は得るものが多かった。さあ、もうすぐ旅が再開する。今のうちに休んでおくといい。車掌さん、たった今。し、正規の安定率の測定中じゃ。邪魔をするでない。ちょっと、冷たくない？空間パラメータ正常値に回復。
正規の安定率 56%、 57%、 継続して上昇中。運行環境が敷地に達した。発射を許可する。おー、二人ともよく戻ってきた。開拓任務は無事に終了したようじゃな。列車組の一員としてお前たちの貢献に感謝しておるぞ。お前たちのおかげで空間の異常は徐々に回復、正規の安定率も合格ラインに達しておる。列車の車体もこの俺が隅々まで点検した。全箇所異常なしじゃ。気にするな。ヤリーロ6には珍しい特産品はなかったはずじゃからな。それにお前にとっては今回が初めての開拓任務、特別に許してやろう。次も忘れたら許さんけどな。次の目的地は航路会議で発表する。ワクワクしながら待っておれ。ああ、あ、そうじゃった。ほれ、持っていけ。こぼさないように気をつけるんじゃぞ。ありがとう、車掌さん。今すぐじゃ。空間の異常が再び発生する前に急いでここを離れ、安定した空間に入る必要がある。安全のため全ての乗客は席に座るように。立ち上がって移動するのは列車が安定した速度で走行するようになってからじゃ。 Nessa parte da história aqui a gente tem algumas coisas ainda inacabadas aqui nesse planeta, tipo missões secundárias e por aí vai. O detalhe maior é que a gente não pode sair aqui do expresso até a gente continuar a história principal, tá? Não tem o que fazer, então a gente só tem que seguir em frente e é isso aí. Matasseta na, 乗客の諸君。三人の開拓者の協力によって、列海の活動は最小限まで抑えられ、正規の各パラメータも正常値に戻った。列車は間もなく運転を再開し、ヤリーロ6を離れる。ちゃんと座ってこの星にさよならを言うのじゃぞ。元凶。はい、将軍様。この後、かの者をちゃんと見張っておけ。は。私を覚えているか。ああ。人は五人、代価は三つ。ケイメン、その中の一つは貴様じゃない。人は五人、代価は。その中の一つが貴様だ。少し待て。今行く。ほら、言ったでしょ、絶対にまだ寝てるって。うちら列車に乗ってる人って何日も寝なくて平気だけど、一旦寝たら今までの分を取り戻す勢いで寝ちゃうんだよね。あんたもいずれこのスキルを身につけると思うよ。さ、廊下で時間を潰すのは終わり。車掌さんからの伝言、航路会議がもうすぐ始まるから、いつもの場所に遅れずに。だってさ、うちらは先に行こう。あ、そうだ、潔く負けを認めてね。今週の洗い物はあんたの担当だから。おはよう。時間通りね。
あ、いいわね。こんな丁寧な挨拶は久しぶりだわ。ヤリ色6での開拓は一段落したわ。請求列車もそろそろ次の星に向かう時よ。秘密よ。楽しみは後に取っておくものでしょう。会議で正式に発表するから楽しみにしておいてね。もう少し待ってちょうだい。会議はもうすぐよ。各員、跳躍航路会議を始めるぞ。まずは今回の駅の問題を見事に解決し、列車が再び進めるようにしてくれた皆に感謝じゃ。うちらのおかげだね。続いて次の駅の名前を発表するぞ。お久しぶりね、請求列車の皆さん。私よ、ダフカ。あら、いいタイミング。皆さん勢ぞろいだなんて。魅力的な自己紹介は不要よ、性格ハンターさん。姫子でしょ。パーティーの邪魔をしてごめんなさい。でも私の要求を聞いたら理解してくれるはずよ。目的地を変更してちょうだい。性格ハンター、あんたを見たことがあるわ。カンパニーの指名手配書でね。天文学的な数字の懸賞金だった。それに生死は問わないとも書かれていたわ。あんたは自分にかけられた懸賞金の額を知っているかしら。あまり興味はないわ。カンパニーから懸賞金をかけられるのはむしろ称賛されるべきことよ。数字が大きければ大きいほど評価されているということだからね。指名手配犯ってポジティブなんだね。だったらヘルタもあんたを称賛していたわ。運命が見えると自称する狂人が命知らずな人たちを引き連れて宇宙で最も危険なものを追っているってね。ヘルタはめったに人を褒めないのよ。宇宙で最も危険なものを追っているね。その点においては君たち列車も私たちと同じ穴のムジナだと思うけど。来る場所を間違えたわね、カフカ。私たちはあんたの願いを聞き入れるつもりはないし、性格ハンターと関係を持つつもりもない。話せてよかったわ。直接あんたが列車を訪ねた時にでもまた話しましょう。ラフを知っているかしら。泉州同盟の6層のうちの一つ、泉州ラフ、もちろん知っている。でも君たちは知らないでしょう。その泉州が今君たちのすぐ近くまで来ていて、2回の跳躍でたどり着ける距離にあるってこと。それにシステム時間における45時間前、一つの性格がラフで暴発した。不慮の災難でね。そう思うでしょ。性格ハンター、何を企んでいる。泉州同盟は俺たちとは違う。遵守に目をつけられたらお前たちはもうハンターではなく獲物となり、同盟に宇宙の果てまで追われることになるぞ。言いたいことがあるのならはっきり言いなさい、カフカ。簡単に言えば、その性格は私たちと無関係なのに、泉州は責任を性格ハンターに押し付けたのよ。私の仲間のジンが運気軍に連れて行かれた。私は彼を連れ戻し、性格による危機を排除して疑いを晴らす必要がある。あんたたちが無関係？そんなの誰が信じるの？
性格が暴発してすぐにあんたが現れた。偶然にしては出来すぎでしょう。それにあんたたちとうちらには何の交流もない。性格ハンターが潔白かどうかなんてうちらには関係ないもんね。ダメ、絶対に手を貸さない方がいいよ。同盟ってすごいんだから、性格の一個ぐらい処理できるって。うちらは請求列車の乗員で性格封印の専門家じゃないでしょ。確かに関わらないこともできるわ。性格がこの空間を汚染する前に今すぐ跳躍を開始し次の世界へ行くことだってできる。でもこの世紀は再び塞がれるでしょうね。私は君たちの未来がどうなるか教えることができるわ。もし君たちがラフに行かなかったら、性格はやがて泉州全体を汚染し、乗っている人の約半数が死ぬことになる。勇敢な開拓者であり、善良な七死人が黙って見ているわけにはいかないでしょ。あんたの仲間、ジンと言ったわね。彼も死から逃れられないのかしら。それに関しては教えられないわね。座標はここにある。どうするかは君たちが決めるといいわ。全く異なる目的を持っているように見えても群生はやがてその軌道を交差させるものよ。ではさようなら。美月ちゃん、タンコを呼んできてちょうだい。あんたも来たんだ。もうタンコーは部屋から出てきたよ。さっき起こったことをちょうど説明してたんだ。後で一緒に反対しよう。うちはあの女の指示なんか聞きたくないもん。大丈夫？タンコー、美月ちゃんから話は聞いたかしら。問題ない。状況は理解した。よかったわ。じゃあ、先ほど起きたことについて、今後の方針を投票で決めるとしましょう。性格ハンターによると、先週、ラフで性格が暴発し、現在は列車のすぐ近くまで来ていると主張している。ラフに向かえば、罪のない人々が犠牲になるのを防ぐことができるわ。でも性格ハンターに騙されていて利用されるだけかもしれない。私もベルトも性格ハンターは嘘をついていると思っているけど、彼女の話を完全に無視することもできない状況よ。そこで泉州に向かうかどうかを多数決によって決めることにしたわ。向かうのに賛成の人は手を挙げてちょうだい。3、2、1。3対2、賛成の方が多いわね。泉州に向かうことにしましょう。落ち着いて考えたんだけどさ、もしあの人が嘘を言ってなかったら、うちらが泉州に行かないと何の罪もない人が犠牲になるってことじゃん。だからわがままは言ってられないかなって。その辺にしておいてやれ。ナノカは普段からそうなんだ。俺たちはもう慣れてる。どうする、タンコ。あんたは残る？ああ、今回は遠慮させてもらう。じゃあ
今回の開拓の旅はあんたに任せるわね、ベルト。彼女と美月ちゃんの面倒をちゃんと見るのよ。ああ、任せてくれ。目標、先週へ出発。まもなく跳躍が始まる。5、4、3、2、1。6よりずっと大きい気がする。先週人にとってはこの先週が星だ。陸地は文明の存続と発展に欠かすことのできないゆりかごだが、長らく続く文明は宇宙船で虚空を巡ることもある。それが先週同盟だ。数えるほどしか見たことはないが、今もなお壮麗だな。タンコ、本当に大丈夫なの？なんか寂しそうな顔してるけど。こちら請求列車。繰り返す。こちら請求列車。私たちは泉州の空域に入ったわ。地上、いいえ、甲板への着陸許可が欲しい。ようこラフクッポー世界へ。接続完了するまでお待ちください。お待ちください。お待ちください。どうしたの？家に帰ってきた気分にでもなった？どうしたんだ？信号が繰り返されているだけで停泊場所を案内してくれないわ。性格ハンターは嘘を言ってないのかも。本当に泉州で何か起きたんじゃ。誰もいない港に到着した一隻の宇宙船。ホラー映画って大体こうやって始まるよね。変なことを考えるな。お待ちください。お待ちください。お待ちください。まだ自動信号なのか？そうよ、ずっと繰り返してるな。繋がったわ。魚介今開けてきます。泉州同盟ラフを代表して遠方からのお客様を歓迎します。指示に従って停泊を。あれ、ちゃんとした担当者につながった？いえ、信号が途絶えたわ。向こうは何も言わなかったわね。そろそろ行こう。姫子、列車にいても十分に用心してくれ。大丈夫よ。それに炭鉱もいるわ。別に怠けているわけじゃないわよ。列車には処理すべき仕事がいっぱいあるから結構忙しいの。出発前の準備を忘れずにするのよ。出発する前に今回の旅の目的をはっきりさせておこう。性格ハンターの言うことは信じがたいが、今回の泉州の旅で最も重要なのは。そうだ、性格ハンターには別の意図もあるはずだ。しかし彼らの評判とカフカの言葉を考えると、泉州に性格があるのは間違いないだろう。同盟と列車には交流があるわけじゃない。故に俺たちが歓迎されるとは限らないだろう。だが開拓者は利益を求める集団とは異なる。泉州に少しでも力を貸して
問題を解決するまでだ。このことを心に留め、探索、理解、構築、連携を実行しよう。えい、えい、おー。ああ、出発だ。すごい、コンテナだらけで遠くが見えないね。ここって外から来た人が着陸する場所じゃないよね。荷物を下ろすドックかな。誰がここに誘導したんだろう。こんなに広い空港なのに誰もいないのってなんか不気味かも。もうそれ以上言わないで。ホラー映画だったらこのタイミングで現れる人物が黒幕で間違いないよね。幼児ちゃんどうする。玉開門を開けてくれた人を探すことから始めよう。もしその人に何か企みがあるのなら、俺たちの手間が省けたことになる。もしただの担当者だった場合は、ここで何が起こったのかを聞こう。そうだよ、幼児ちゃんはいろんな困難を乗り越えてきたんだから、こんなの序の口だよ。行こう、警戒を怠るなよ。Beleza, pessoal, então a gente já tem ali, né, a continuação da história, aonde irá ser, chegamos na área. O detalhe maior é que agora a gente também está livre para continuar as coisas inacabadas ali que a gente tinha deixado para trás, como as missões de personagem. Ainda também temos ali algumas missões secundárias, então por esse motivo, a exploração da história principal, eu vou parar ela aqui, certo? E eu vou voltar para completar todas as missões secundárias. Quando não sobrar mais nada, a gente vai lá e continua a história, beleza? Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Valeu, falou e até a próxima!